はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。アンドレオ社長のアナベルです。今回からこちらドラゴンクエストモンスターズ3魔族の王子とエルフの旅、こちらの体験版からやっていきたいと思います。今年の11月12月、まあとりあえず年末近くにね、発売になるという、こちらのねドラゴンクエストモンスターズ3の、体験版が出てまして、まあ、基本的な引き継ぎ要素のようなものはないというストーリー部分の引き継ぎはないらしいんですけれど、この体験版で作ったモンスターを、まあ、ゲーム本編始まってから、すぐに使えるようになるということでですね、今回、まあ、ドラクエモンスターズ3、製品版が出たら当然、実況の方はさせていただこうと思っているんですけれども、まあ、今回あまりね、あれこれと配合はせずにね、本当に最小限の状態で、進めていきたいなというふうに、まあ、最小限って言い方ちょっと変だけどね、全くしないわけじゃないんだけども、やっぱやりすぎちゃうとゲームバランスも崩壊しちゃうしというところで、まあ、ある程度ちょうどいいラインを見極めながら、物語をね楽しんでいけたらなというふうに思っております。で今回何やらね、ドラゴンクエスト4の世界が舞台になっていて、ドラゴンクエスト4のラスボスであるピサロが主人公の物語ということでですね、まあ、ドラゴンクエスト4にちなんだモンスターを基本的に使っていきたいなというふうに思っています。ドラゴンクエスト11とかでね、新しく登場したモンスターも続々と、このドラゴンクエストモンスターズ3にも、ね、登場するとは思うんですけれど、まあ、今回の冒険というか今回の実況では、まあ、100% これしか使わないっていう縛りではもちろんないんですけれども、まあ、パーティーとして使うモンスターは極力ドラゴンクエスト4の、モンスターをね使っていったりとか、あとはまあピサロにゆかりのあるモンスターを、まあ最終メンバーとして、最後まで走り抜けていけたらなというふうに思っておりますので、そのあたりどうぞよろしくお願いします。ではね、まあ今日から発売日までにかけて、じっくりと、遊んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっとオプションから見ようか。カメラ、この辺はどうでもいいと思うけど、自動送りあるんだ。じゃあやってもらおう。うん、じゃあこれでいきましょう。初めからここまでいいね。このソフトはドラゴンクエストモンスターズ3魔族の王子とエルフのための体験版です。体験版内の内容が遊べます。シナリオの一部とモンスターとのバトルやスカウト配合を行います。遊べる機能の一部には制限があります。体験版クリア後、セーブデータをロードすると、体験版で遊べる範囲の中で引き続き探索できます。また、体験版のセーブデータがある状態で製品版をプレイすると、パーティーとスタンバイのモンスターを製品版に引き継ぐことができます。モンスターは名前とサイズのみ引き継がれます。レベルや特技、パラメータなど引き継ぐことはできませんので、ご注意ください。名前とサイズのみっていうことは、もともとちっちゃいモンスターをでっかくして使うことができるってことかな。なるほどね。なんか今回ね、なんだろう、SML じゃなくて完全に S と L だけになってるっぽいんですよね。自分ね、ドラゴンクエストモンスターズジョーカーのねシステム正直あんまり好きじゃなくて、テリワンとかイルルカのリメイクもあんまりちょっと受け付けなくて、今回もどうかなと思ってたんですけど、まあね、ピサロの物語ということでね、まあストーリー部分には興味があったんでやっていこうかなというふうに思いました。足だ、ロメオだよ。なされていたようだが、大丈夫か？ところで、モンジーがお前を呼んでいたぞ。行ってやるといい。はいはい。基本的なね。ジャンプもあるんだ。こういうところは見られない。チキがあるね。あ、薬草だ。
太郎にもこういうやんちゃな時期があったってことかな。人間をね、恨むようになる前の話ってことだよね。どこ行けばいいかわからなくなったらピンクの吹き出しの人を探しましょう。いつも通り。はい。まあね、あの、ピサロはね、やっぱ、作中ではね、あの、主人公の村を滅ぼして、幼馴染のシンシアを殺したっていうところでね、あの、非常に賛否両論あって、どちらかといえば嫌われているキャラクターだと思うんですけど、まあ自分はね、あの、ピサロっていうキャラクターとは結構好きで、なんだろうね、まあ、ピサロもね、なんだろうね、正直ピサロだけを悪いって言えないよねっていう世界だったから、だって恋人もね散々苦しめられたりして、で同じ仲間もあの人間にね散々嫌な目に遭わせられてて、でねついにそのシンシアもあの本格的に狙われ始めて、あもうこいつら邪魔、こいつらダメだ消そうって、まあちょっとね極端かもしれないけど、まあ、そういうね、経緯があっての行動だし、あの世界はちょっとね、ピサロも被害者だよ。って俺はずっと思ってる。あ、そっちか。開けれる？基本、タンスとかは開けれないんですね。今回は。なるほど、なるほど。大きな話とは他でもない。お前にかけられてる魔物を攻撃できない呪いのことじゃ。お前はその呪いを解く手段を求めて実に様々なことを研究し続けてきた。この村が人間や野生の魔物から守られとるのもお前の研究成果から生まれた結果のおかげだ。村のみんなはお前に感謝している。あの時村に迷い込んだお前だが、今はもう家族も同然じゃ。しかし肝心のお前の呪いを解く方法は一向に見つかる気配もない。そこでじゃあそろそろ違うやり方を試してみる、これだと思うのじゃ。その方法というのはな、どれ、ちょっと待って俺。こいつはちょっと強すぎんか、敵が。この魔物強いでしょうよ。我々に盾使うというのか。そこにいるのはベレスとかだってね、え本編だったらレベル20そこらで挑んでいい敵じゃないぞ。その姿、その匂い、どうやらあの方が探していたのはお前のようだな。お、お前はどうした、恐ろしくて声も出ないのか。お前は魔物と戦えないのだから。喜べ、猿お方がお前と話がしたいと仰せだ。ん、テラノドン。さあ、わしのスモールグールにハブだ。乱入者どもにお帰り願うのじゃ。
おのれ、忘れるな、また必ずお前を捕らえに来るぞ。あの4のサブナックってどっちかってばね、体オレンジ色っぽいんですけど、これドラクエ10仕様ですね。怪我はないかな。よしよし、間に合ってよかったわい。助かった。お前を探してまた魔物たちが来ると思っておったが、意外と早かったな。ん？この魔物たちは何なのかじゃと。まあ、そのことは後で詳しく話そう。まずは怪我の手当てをせねばならんの。回復が得意な魔物を連れてくるぞい。さっきの話の続きをしよう。これまで多くの魔物がお前を狙い村に攻め込んできた。今までなんとか村の皆で守ってきたが、魔物どもは来るたび強くなっておる。このままではお前を守りきれん。生き残るためには自ら戦う手段が必要じゃ。お前はモンスターマスターになれ。モンスターマスターのことを知っておるか？はい、うん、モンスターマスターとはモンスターと共に戦うスペシャリストじゃ。魔族の血が半分流れるお前にはモンスターマスターの素質があるはずじゃ。まずはわしのモンスターを一匹譲ろう。今からする質問の答えによってお前にぴったりなモンスターを選んでやろう。かっこいいモンスターよりかわいいモンスターが好きかの。あー、なるほど。どっちかってばこうなんだけど、ま、はいにしとこう。小さいモンスター、いや多分最初のモンスター選びでしょこれ。お前にぴったりなモンスターは、待って、いくつかちょっとパターン見ておこう。マンドラ、どうじゃ。まあいいんじゃない、とりあえず最初のモンスターとして。ここ関係ないけど、あのまあ使う編成と過程はいいんですよ。あの最終的にね、ドラクエ4のケサロにちなんだというか、まあドラクエ4に出てくるモンスターだったらいいかで、統一したいなっていう。こやつもお前が、それが目標だ。ではモンスターマスターの基礎を伝授しよう。村の外で実践じゃ。ロザリーヒルもこんな綺麗に生まれ変わってるからさ、あのドラクエ4とかこういう世界にあのね、リメイクしてくんねえかな。いやね、ドラクエはやっぱあの頃のままの姿ももちろんいいと思うんだけど、まあね、このくらいのなんか優しいタッチだったらさ、受け入れてもらえると思うんだよね。初めに極力システムをいじらずにさ。モンスターの務めとは自分のモンスターを強く育てることじゃ。ピピピピピピピ。今ね、3が HD2D リメイクされようとしてますけども、どちらかといったら自分はそういう方とかさ、こっちのリメイクを心待ちにしている。いえ、ならばこの声どこから。ピピピピピ、カリスマオーラ受信しました。君の超絶素敵でヤバめの才能、宇宙の彼方まで響いてきちった。私と一緒にトレーニングしてその才能をピカピカ磨こう。
やれやれ、アゲピピ、お前はちっとも変わらんの。モンジー、おひさん、また一段とおじじになったね。まあよい、アゲピピはこう見えて凄腕のモンスターマスタートレーナーじゃ。お前のトレーニングはこやつに任せることにしよう。ではわしは店に戻るでな。トレーニングが終わったら寄ってくれ。ピピピピーン。ってなわけで始めよっか。トレーニングその1、魔物と戦って倒してみよう。1だけど指は3。バーラット一角うさぎ、スライム以外はあの方に出ませんね。俺もね、4のモンスターだけ完全把握はできてないかもしれないんでね、ちょっと怪しい知識配分になってしまうかもしれないけど、まあまあまあ楽しんでいきましょう。ルース、僕らいいんだな。はーい、ね、このシステムね。よし、まあひとまず、ああ、そっか、一時名前決めんのか。それ配合でなくなっちゃうんだよな。もう魔物を仲間にできたの？すっごいすっごい、超天才。おさらいだよ。モンスターを仲間にしたいときはスカウトアタックするか、魔物を倒してバトルに勝利してね。バトルの後に起き上がったら成功だよ。あ、倒した後でも起き上がらないと思ったらいいんだ。バトルじゃなくてもこの場合でも仲間になるパターンがある。連れられる魔物がいっぱいだと仲間になった魔物は預かり所に送られるよ。預かり所についてはモンジーが詳しいっぽいから後で聞いてみてね。植物が爆速成長するんだ。多分登れるから登ってみてちょ。あはは、まだまだ奥に進めそう。ちょっとこの辺お散歩しよっか。なんかこの四季を切り替えつついろいろやっていく感じかな。出てくるモンスターとかも変わりそう。切り替わお化けいた今。そこそこ戦える人としてますね。あ、早めにホイミとかギラとか覚えるのでっけ。こいつサポート型にいいな。ラージキラー、あれ意外と耐性優秀じゃね。
なるほどね。うん。どうしたおお。燻製肉。もう手に入る。イリカボウバキ。飲み込む。勝て。ああ。倒すしかねえな。何それ。おめえもかい。はいはい。ある程度仲間増やしつついきてえな。なんだこいつ。まあアイテムババア使ってこの仲間にしようか。30%いけた。ナイス。共に行くぞ。うんうんうん。ゾンビ斬り。ほうほう、マダンチョ。何それ。究極呪文、ちょっとだけ発動して、4分の1の MP を使って敵一体に光属性の呪文のダメージを与える。マダンダの劣化版来たね。まあ、MP 枯渇してもそんな大したことないやつだったらいいかもしれないね。今だ。いいよ。はい、ナイス。よし。あ、でもこれスカウトしちゃうとやっぱ経験値入んねえな。さっきのキリカボお化けとかも仲間にしたいんだが、リスポンしてねえか。戦おう。はいはい。何？攻撃力上がりすぎ。え？さては強いかお前。アタッカー誕生か？スキルは大したことねえな。魔物の餌3個。ピリカボウバキいるじゃないか。
うん、スキルポイント獲得。はいはい。こっちはいいだろ。うん、いいね。はい。まあ、ちょっとセーブが今のとこできないんですけど、とりあえずね、初回はこんな感じで一区切りとさせていただこうと思います。まあ、とりあえずね、体験版一通り遊んで、あとはまあ発売日まで、コツコツとね、作業を続けて、まあちょっと理想的なね、パーティーでスタートして、まあ目的はね、ブラックエ4のモンスターを使って、製品版のね、物語を制覇していくっていう、そういった感覚でやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい。では、ドラゴンクエストモンスターズ3体験版実況プレイのパート1、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見てくれな。